楽しみなマッチアップのガールズ競輪の決勝戦はこの石井ひろ子が一番人気に支持されて迎えることになりました。今日は午前中の日テレとそれから夕方の NHK の BS1 で自転車競技日本代表選手の特集がオンエアされていました。2020年の東京オリンピックに向けましてこのガールズレーサーたちのさらなる盛り上がりとレベル強化が楽しみなところといえます。ガールズ競輪決勝戦バンク5周回り距離は1700メートルちょうど。連勝で上がった石井と加瀬人気2分しています。伏兵も揃った一戦のガールズのファイナルの決勝戦、それでは出走各選手を1番から順にご紹介します。まず1番が石川の東口純、2番は新潟の加瀬加奈子、3番は東京石井ひろ子、4番は愛知の中島さとみ、5番が東京のマシモルルコ、6番茨城の藤谷春菜、そして7番が福井の梅田優希。以上ファイナリスト7選手によって争われます。自力勝負のお手本とも言うべき頑張り屋さんの加瀬加奈子、度胸と積極性ではピカイチの存在です。あとは連日好位を確保してからの差し切り勝ちで連勝してきました石井ひろ子、研ぎ澄まされた勝負感覚はこの人ならではと言えます。そして前回このバンクは準V、また2月玉のミッドナイトで優勝あり、大物食いであるかどうかはマシモルルコ。人気分け合った加瀬と石井、両者の対決は2013年ガールズグランプリから始まって過去12回の対戦は加瀬が7回先着、石井が5回先着で加瀬がリード、そしてミッドナイトの優勝回数では石井が4回、加瀬が2回と石井の方がリードしています。ガールズ競輪の決勝戦号砲一発始まって、まずは横並びダッシュ比べ、すかさず外から6番藤谷が今日も攻め上げていきました。3日連続エストリ6番の藤谷でレースは始まって1、2コーナー、3番の石井現在2番手からです。東口は人気どころの間につけました。東口現在石井の後ろ加瀬の前というポジションです。加瀬は真ん中4番手、4番中島が今5番手から追っていきました。5番のマシも後方展開の6番手、あとは最後方7番の梅田優希、こういった感じで体勢決まっています。上位人気石井は2番手、加瀬は4番手という最初の展開です。6番の藤谷まずは先頭から行きました。1000メートルの持ちタイムが110キロの中では上位クラスの6番藤谷、2度目の決勝入り。3番の石井は万能型で内面的な芯の強さも感じさせます。石井が2番手つけて現在追走する格好は1番の東口、車検の抑えには必要な存在です。そして2番人気の2番の加瀬、現在は4番手、やはり風を切る形になりそうな2番の加瀬です。4番中島現在はその後から気持ちを前面に押し出したい110回生4番中島、5番のマシモ展開次第では優勝争いもありえます。マシモの後ろに今回3連続の決勝となった7番の梅田優希最後方ですが、5番のマシモが6番手から動いていきました。7番梅田もこれを追っています。残り2周半の前の状態ですけれども、5番のマシモと7番の梅田、加瀬を下げさせる動きになりました。逆に加瀬の方が引いてきます。前段は先頭から3番手までは体勢そのまま、藤谷先頭、石井が2番手、東口は3番手です。あとはマシモ梅田現在中段乗り換えて4番中島切り替え含みで上がっていきます。2番加瀬、残り2周の赤番のところは最後方の状態、間もなく勝負どころが近づくところです。6番の藤谷の後に1番人気の3番の石井、東口は石井のマークという格好、追い上げてくる4番中島、マシも梅田がこれに乗っていきそう。2番の加瀬現在は最後方7番手で様子見、鐘が激しくなって3コーナー4番中島が先行宣言。3番の石井はいいところをダッシュして2番手で有利な形となりました。藤谷マシもは3番手並走、東口は5番手、あとはホーム最後方から2番の加瀬動いていって現在5、6番手アウト並走ですが、石井が万全の形に思われます。逃げる4番の中島、車間を切って3番の石、体勢十分の形で3コーナーから発進、6番の藤谷その後、あとは5番のマシも加瀬にとっては厳しい流れになりました。抜け出してくる石井ひろ子の完全 V の直線コース、追いすぐら6番の藤谷ですが、石井が先頭ゴールイン、堂々完全 V3 番の石井ひろ子、2着6番の藤谷、3着1番の東口、
今日もしっかり番手を確保、小気味の良い立ち回り3番の石井、反応よく踏み込んでからも車が伸びてきっちり抜け出した3番の石井博子。ミッドナイトの開催は5回目の優勝、前橋は2回目の優勝ということになります。藤谷が結果石井の後ろにはまりながら追いすがって2着、1番の東口は3着通過となっています。各走路審判員異常なしの白旗、ゴール3番6番1番で過ぎています。加瀬にとっては結局は後ろの状態が続いていて巻き返しならず、中島昨日はアクシデントありましたけれども気持ちを前面に押し出して思い切って先行でした。ただ有利な番手にはまった分しっかりチャンスを生かした3番石井博子の抜け出し、6番藤谷はパーソナルベストの成績決勝2着、東口追いすがって3着通過となりました。3番6番1番のゴール通過、第6レース審判からの正式な決定まで今しばらくお待ちください。